全国発動機種の皆様、こんにちは。こんにちは。こちらは、棚ごた久保田放送局です。こちらは、長野県、何市でしたっけ？辰野町ですね。辰野町の、発動機種さんの瀬戸さんです。初めまして。初めましてじゃないか、お世話様です。瀬戸さんが初めて、発動機を手にした、その子供の頃もあったと思うんですけども、この趣味の世界で初めて手にした発動機って何だったんですか？これはね、もう有名な某メーカーのヤンマー。ヤンマーのディーゼルエンジン。ディーゼル？うん。何型ですか？あれは、NT65 か NT65 ね、ヤンマーエースか。それはどちらで手に入れたんですか？それはね、地元やっぱり街の中にあって拾ってきた感じですか？それはたまたまね、農家さんで、ちょっとお付き合いがあって、そこで、あるからっつって、もう使わないからということで、それが初めてのじゃあこの趣味の世界へ飛び込む。そうですね。瀬戸さん何年ぐらいもう発動機の趣味の世界はどれくらいやってらっしゃる？なんだかんだで、でもね、7年くらいかな。7年。ですね。やっぱり7年間ぐらいやってると、これぜひ全国の、もちろん瀬戸さんの息子さんの拓磨くんも発動機士なんですけど、若手発動機士でね、今ありがとうございます。まだ大学生ですけど、一生懸命、発動機勉学いろいろやってますけど、若手発動機士さんにぜひこういうことは気をつけてってねっていうようなことがあれば、真剣な話なんですけど、ヒヤリハットじゃないですけどね、別に恥さらしなことじゃなくて、やっぱり危険が伴う、やっぱガソリン使ったりだとか、機械物ですから、手の事故だとかあるんですけど、なんか怖い思いしたことってありますか？そう、やっぱね、手で回すもの、ですから、やっぱ手袋やっぱ、こう手に巻きつくようなあれは危ないんで、なるほど、よくゴムの手袋とか、ああいうの気をつけないと、手が巻かれてしまうんで、やっぱ素手が一番いいんでしょうか？そうですね。あと、いつでも逃げれるような、やっぱ怖い思いってありますかね？あります。なんで、先輩方にもね、そういったようなことを聞かされていますんで、やっぱそういうのは若い人たちも、統制つなぐためにも言っていかなきゃいけないことだし、やっぱ危険なことはいっぱいありますもんね。でもこの趣味はなんか廃れない気がするんですけど、ですね。なんでこんなに男たちの興味を引くんでしょうか？なんかすいません、突然の質問で。やっぱ、男のロマン、やっぱこう昔からこう小さい頃から見てきてたものがまた自分のところへで回せれる、やっぱその機械って動いてるのがやっぱ飽きないじゃないですか。いつもこう見てられるというか、やっぱり感動しますか？今でも感動しますね。やっぱなおかついろいろ多少なりと知識を得て自分でこう整備したものがまた自分のマシャーでね、エンジンがかかったその時の喜びというものは何とも言えないと思いますし、ほんとやっぱ発動機見てても、やっぱ全然飽きない。ほんでまたそこでいろんな方とね、知り合って同じ話ができるっていうことはとてもいいことだと思うし、まだ発動機ってやっぱり探したりしちゃいます？最初はね、夢中になって集めようっていうあれでやったんだけど、それでもやっぱこれはっていうのは欲しいし、回してみたいなっていうのはありますね。
やっぱり瀬戸さん、お米作りのお仕事なんで、地元じゃね、結構大変有名な方なんですけども、どこの農家行っても、やっぱ発動機あるかいじゃないけど、聞いたりしちゃいますかね、そうですね、やっぱ、あちこち目がいっちゃいますか、やっぱ、そう、納屋の中に入ってね、機械がこう置いたりすると、どうしてもやっぱ、キョロキョロしちゃいますか、どうしてもの、そういう農業機械自体が好きなんで、見ちゃいますね。そうですよね、発動機だけじゃなくてね、古いいろんなね、管理機からトラクターからね、そうそうですね、面白いですよね、そうですね、いや本当ありがとうございます。最近は見つけました、何か面白い発動機を。いや最近はやっぱり最近はあれなん、もう出尽くした感じがありますか。なかなか仕事にはもうそんなにないのかなって。まああとはね、発動機のお仲間さんから、こういうのあるよなんていう話があればね。なるほどね、ですね。貴重な話ありがとうございました。いえいえ、すみません、またインタビューさせてください。あ、そうですか、ありがとうございます。お願いします。すみません、ありがとうございます。じゃあ、たくまくん、お父さん元気だよ今日も